日本東京都杉並区、方南片南は東京都杉並区の地名。住居表示実施済み区域。現行行政地名は方南1丁目及び片南2丁目。郵便番号は168-0062。杉並区南東部に位置する。町域北部は全福寺川を境に杉並区和田に接する。西部は関7通りを境に、 杉並区堀の内と泉に接する。南部は渋谷区笹塚に接する。南端は甲州街道に接し、一部世田谷区大原とも接している。東部は中野区南内に接する。町域内を方南通りが通っている。また、一丁目と二丁目の境に神田川が流れている。駅周辺は商店が見られるが、町域内は主に住宅地として利用される。 マンションは多くないものの、古い木造アパートも多い。住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、宝南1から34から15の地点で48万4000円、平方メートルとなっている。宝南を含む、この一帯は、和田村といい、地として宝南、広報南などが、江戸期より見られた。かつて、和田村から南に向かった方という説や、 かつての江戸幕府の高場を持つのがたの南端という説などが見られるが、詳細は不明。杉並区発足時には、地方南と周辺の字を合わせて、方南町となった。この町名も昭和40年代に実施された住居表示の原則に従い、町を除去した方南となったが、町域内にある駅名や旧町名を踏襲して、方南町と呼称されることも多い。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。幹線道路は関7通りへのアクセスが良い。町域南部は甲州街道へのアクセスも良い。方南通りの下に東京メトロ、丸の内線分岐線の終着駅、方南町駅がある。また、町域南部は、 京王線笹塚駅や大田橋駅も利用可能な範囲にある。関7通りには都営バス宿91系統と都営バス、京王バス共同の支部66系統が、方南通りには京王バス宿33系統と中71系統がある。ありがとうございます。